米オはね僕、ブレイキングダウンのオーディションで僕がその久保田に喧嘩売りに行く喧を売りに行くっていうが突撃するちょっと前に米オが出てて一番気合入ってるなと思いましたね。見たブレイキングダウンのオーディション見たらわかるんですけど米オいきなり椅子ごと蹴飛ばしましたからねで相手がバーンって倒れてえこれ大丈夫なの放送してって感じだったんですけど流れてたんでみくるさんの YouTube だからいいのか、まあ、YouTube だからいいのかもしれないですけどすげえなと思って。 ああ米はすごい今回の「ブレイキングダウンで」で、まあ、スター候補なんじゃないですか、はい、その無迷惑で言うと多分スター候補だと思います、はい、ブレイキングダウンの喧嘩は全部演出だそうです選考会で倒された人が言ってましたもっと煽らないと出場できないと言われる嘩んか等がカットされてあの MV ができましたグレーなギリギリの演出だと言ってました私はありだと思いますがそこからミクルがやるとは思いまにしていやブレイキングダウンの喧嘩は僕オーディションで見てたんですけど普通に演出じゃないですよ 演出じゃないですもちろんそのオーディションの中でちゃんともっとみんなアピールしてくださいねってアピールしないと選ばれないですよっていうのは当然言ってましたよそれはだってアピールしないと分かんないからで本当に何か米男とかが蹴っ飛ばしたりするので僕生で見てたんであれはマジでガチでやってますガチうんだから普通に怖かったし結構あの何か殴り合いやってたのもガチでしたよ そのやらせとかではないと思いますね、うん、それは僕見てたんで、自分の記憶でしか証明できないですけど、ブレーキングダウンはガチでした、だから今回、僕も今、21日試合しますけど、真剣にやってるんですよ、真剣に、これ、遊びじゃいけないなっていうか、ガチだなと思ったんで、はい、本当はね、もっとね、楽にいけるんじゃないかなと思ったんですけどね、あ引けなくなっちゃったんで、はい、男ならやらなきゃいけない時がある、基本タイトルですけど、ガチでやります。